二の国はレベル5が発売したコンピュータ RPG のシリーズ。スタジオジブリが制作協力している。音楽は被災市場が担当。ゲームシリーズの世界累計出荷数は2019年時点で290万本に達している。続編に二の国2レバナントキングダムがある。こちらの説明は別項にて行っている。本校では 一の世界観を軸として展開されたシリーズとアニメ映画について記述する。二の国漆国の魔導士は2010年12月9日に発売された Nintendo DS 用ゲームソフト。日本国内向けのみの発売だった。このゲームではソフトに同梱されている本に描かれているルーンと呼ばれる紋章を DS のタッチペンで描くことで様々な力を発揮する。 ストーリーホットロイトに暮らす元気で素直な少年。オリバーは、親友のマークが作った自動車の試運転で事故に遭い、川に落ちてしまう。オリバーの母アリーは息子を助けるため川に飛び込み、オリバーを救助するが、その影響で以前から患っていた心臓が発作を起こして帰らぬ人となる。悲しみに暮れるオリバーだが、その涙がアリーが作った人形に触れると、突然人形が動き出した。 人形の正体は涙の妖精雫。雫は現実世界とは異なる平行世界二の国からやってきたのだという。一の国と二の国はそこに暮らす者の魂がつながる表裏一体の世界だった。二の国は邪望という闇の魔導士に支配され、人々は邪望に魂を抜かれた抜け殻人にされつつあった。雫はオリバーこそが 救世主になりうる存在だと見込んで、オリバーに二の国を救ってほしいと頼む。それどころではないと拒否するオリバーだが、アリーは、囚われの賢者アリシアと同じ魂を持っており、雫は、アリシアを助けることができればアリーが助かるかもしれない、と語る。母を助けるためオリバーは二の国へ旅立つことを決意。だが、すでにジャボーは予言の少年オリバーに狙いをつけていた。 マジックマスター DS 版のパッケージには、マジックマスターと呼ばれる本が同梱されている。この本には、ストーリーの進行に必要な図形などが記載されており、プレイヤーは、ストーリーの進行に応じて、タッチパネルにルーンを描く必要がある。本書に描かれているルーンがないと、ストーリーの進行は、不可能である。そのため、プレイヤーは常に本書を携帯していなければならない。 ニノクホットロイトストーリーズは、レベル5の携帯電話向けゲームポータルサイト、ロイドにおいて配信されている、アイアプリ。アキラごとの課金で、各賞525円。オリバーの故郷である車産業の街、ホットロイトを舞台とした、本編の前日単にあたる 2D ドット形式の、ファンタジー RPG。二千十年十二月九日に、第一章オリバーと、マークが、 配信開始された。二の国白き清倍の女王は、2011年11月17日に発売された、プレイステーション3用ゲームソフト。2019年9月20日には、二の国白き清倍の女王法任天堂スウィッチ、二の国白き清倍の女王リマスタードが発売された。漆黒の魔導士と同一ストーリーのフルリメイク版であり、日本国外では、これが一作目に当たる。 変更点、ジブリのアニメーションをリアルタイム処理で再現することを目指していた。DS 版で同梱されていたマジックマスターはゲーム内のメニューから閲覧することができる。このため、DS 版の本では存在が付されている関係上載せられなかったボスイマージェンのページが追加された一方、一般イマージェンの一部が新イマージェンと入れ替えられ記述が削除された。また、 タッチペンでルーン文字を直接書くことで使用していた魔法は、覚えた魔法の一覧から選ぶ形式に変更された。追加点新たなキャラクターが追加されている。2012年7月19日には、Easy Mode ーーーの実装、ダウンロードコンテンツの全解禁二の国大冒険モンスターズで最初に入手できる3体の、イマージェンの登場など新要素を追加し、 価格を3890円に値下げした二の国白ききよばいの女王オールインワンエディションが発売された。二の国白ききよばいの女王を持っている場合はオンラインアップデートを行うことによりオールインワンエディション版と同じ仕様にすることができる。高ニンテンドースイッチやリマスタードはオールインワンエディション版をベースにしており、特にリマスタードはテクスチャに手が加えられているか、 4K グラフィックに対応している。2012年5月10日からグリーよりソーシャルゲームが提供されていた。スマートフォンとフィーチャーフォンでの同時リリース。2012年9月28日にてサービスを終了した。一の国にいる人物は二の国にも存在する。名前が一の国での名で後が二の国での名。白き清いの女王の 追加キャラクター2019年8月23日に全国公開された。キャッチコピーは命を選べ。基本的な設定は原作ゲームである2の国2レバナントキングダムを中心に歴代のシリーズのものを引き継ぐが主人公が高校生になる、主人公の暮らす世界が現代日本になるなどキャラクターを一新した完全オリジナルストーリーとなる。 脚本を務める日野明博の中では、物語の舞台は、二の国通の数百年後であるとしている。ラインライブとのコラボ企画として、声優オーディションが開催された。2019年8月27日に、講段者経験文庫からノベライズ。2020年1月8日に、ワーナーブラザースホームエンターテイメントから DVD と、ブルーレイが発売された。 二の国漆黒の魔導士に関するカテゴリ。二の国白き聖杯の女王に関するカテゴリ。ありがとうございます。